フェルナンド一世は、アラゴン王、バレンシア王、バルセロナ伯および、シチリア王、カタルーニャ5名では、フェラン一世、イタリア5名では、フェルディナンド一世、フェルナンドでアンテケーラと呼ばれたが、これは、即位前の1410年に、グラナダ王国の支配下にあったアンテケーラを征服した、ことによる、カスティーリアオフアン一世と、王妃、レオロールの次男として、メディナデルカンポで生まれた。 カスティーラ王位は1390年に兄エンリケ3世が継いだが、1406年に27歳で創生し、おいで2歳足らずの維持不安2世が王位につくと、その母校カタリナと共に摂政を務めた。摂政としての自責はレコンキスタを主導したことが挙げられ、1407年からナスル朝グラナダを西から攻撃して、サーラを攻略。 一旦引き上げた後の1410年に、北西からグラナダイ再進出、9月にアンテケーラも落とし名声を獲得した。また、息子たちもカスティーリアにおける影響力を、フェルナンドのアラゴンを多い継承以降にも保ち、アラゴンの王子たちと呼ばれた。宮廷で増大する親フェルナンド派に圧迫された、フアン2世と、その支持者たちは、後に、超新政治を展開して、 彼らに対抗していくことになる。母方の王子にあたるアラゴン王マルティン一世が1410年に死死のないまま亡くなると、カスペの妥協によって1412年にアラゴン王として選ばれた。これには、対立教皇ベネディクトス13世とその腹心であるビセンテ・フェレールの工作、及び外国人なら都合が良いと考えるカタルーニャやアラゴン貴族の意向が働いていた。 フェルナンド一世の業績で知られるのは、大池商工補者の一人、ウールジェイ・ハク・ジャウマ2世が起こした1413年の反乱をお月、カタルーニャをはじめアラゴン連合王国を構成する、各国の自治を尊重したこと、コンスタンツ公会議が宣言した、対立教皇ベネディクトゥス13世の廃位を1416年に受け入れ、40年にも及んだ、教会大分裂を終わらせたことである。 フェルナンド一世の即位を支持した、ベネディクトゥス13世はこの裏切りを深く恨み、彼を波紋に処したばかりか繰り返しずそし続けたという、即位から4年後の1416年、イグアラダにて35歳で死去した、1394年、カスティーリア王族のレオノールでアルブルケル家にあたると、結婚した、二人の愛の子は、以下の通り、ありがとうございます。